フリーポートマクモランの鉱山城下町であるテンバガプラ。左側の建物がフリーポートの事務所。中央と右側の建物は宿泊棟。テンバガプラパプラ州内の位置。テンバガプラとはインドネシアパプラ州にある町。グラスベルク鉱山を運営するために建設された町である。2010年の国勢調査によれば人口は1万662人である。 グラスベルグ鉱山から南東に 16km ほどに、ある標高 3250m のザーグカブ山の、ふもとに位置している。この町を含む鉱山とそのインフラの建設は1960年代末に、始まった。町の標高は 2000m 程度で、スディルマン山脈の中にあり、プンチャックジャヤからも遠くない、位置にある。この地域は、年光水量が6000ミリメートルに達し、 朝は晴れているが、昼頃にはどん天になり涼しくなることも珍しくない。インドネシア語において、天馬川、道プラは寺や町を意味するので、天馬がプラは道の町の意である。1960年代以末にグラスベルグ鉱山と共に建設が始まった村であり、1981年には3000人以上の 幸福と彼らの家族が暮らしていたことが明らかになっている。1994年には生物学者のティム・フラネリーがこの地を訪れ、1万以上の人口と米国の小規模な近郊地域にあるインフラは揃っていることを報告した。つまり、スポーツ施設やバー、レストラン、スーパー、専門店、銀行、労働者や訪問者への宿泊施設等がこの町には存在しており、 イリアンジャイアと呼ばれる他の場所とは大きな違いがあることを彼はこの街に見たのである。2011年、テンバガプラに英語話者である国外居住児童に対する学校が開校し、世界で最も隔絶したインターナショナルスクールと呼ばれている。この街には、銀行や病院、宿泊施設、図書館、全面のサッカーコート、テニスコート、スカッシュコート、 最新式のジム等も設置されている。ルパレラクラブは国外居住者にとって重要であり、ここにはレストランやバーなどが揃っている。商店としてはコーヒーショップや同国のチェーンであるヘロのショッピングセンター、ガーディアに薬局、理髪店等が存在している。イリアンジャヤではこの街のように設備の整った街は基本的にないため、 周辺地域とは大きくその様子をことにしていることがわかる。天馬がプラの周辺に住む民族としては、エカリ人、モニ人、アムン人、ダニ人がいる。彼らはこの町と鉱山を自らの民族の地とみなしており、インドネシアの領土ではないと考えている。また、彼らは国家の概念に対する理解が乏しく、インドネシアの法地下に自らがあることも知らない。そのため、 彼らと国家の関係は、緊張状態であり、フリーボート社の事業拡大にも影響を及ぼしている。陸軍による防衛隊がこの地域の警戒に当たっている。Wilson, Forbes, The of Mountain, York, ium, 33, AB ・ウィルソン・フォーブス・ザ・コンクエスト・オブ・カッパー・マウンテン・ニューヨーク・アセニアム・ ISBN0 から689111533、AB ・マウント・ゾグコム・インターナショナルスクール。 2013年12月29日閲覧。A.B. フラナリー、ティム、スローアムウェイレック、ニューヨーク、アトランティックマンスリープレス、ピアニッシモ、266から267、ISBN0 から871137313。ありがとうございます。